皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。虚構推理のキュアでございます。レッツゴー。バラタラタラタラとパー。勝つために惜しむものはありません。全力を持って嘘をつきましょう。オッケー。嘘をつかないといけません。攻略議会、開会です。オッケー。かなり時間かかりましたね。工事七世の開会。パルン。荒神七世がラスボスではないよね。荒神七世っていうのは、立夏。立夏がラスボスなの。ラスボスではない気がするけど、それか、荒神七世が、ま、すぐに終わっちゃって、どうなるやろな。しかし、なんか、荒神七世の話って結構、長くなってるよね。まあ、コメントの方でもあったんだけど、なんか、荒神七世の話、ちょっと長すぎないかみたいな、話があって、まあ、俺もなんか、長いエピソードもあったりして、けど、なんか、今、前のエピソードも、今回のエピソードもかな、結構スペースが上がってきて、リカっていう黒幕は誰なのかとか、まあ、結構話は進んで、いい感じに進んでるっていうことなので。バラダラダ、テラレラレラ、エントタレ、バラレラレ、バラダラダ、バラレ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 。Yes! 制作ナース。スタート。本当にいるのか。本当にいるか。始まった。同時にたくさんのアカウントとか持って喋るのかな。クエビコ。サキさん、クロウ先輩に特別な変化があれば教えてください。特別な変化。死んでるけどね。殺されもせずに荒神七世を止めてる。すごいな。襲われたという話を人から聞いたというものだった。しかし今日になって大きな変化があった。There's been a big change. そう。寺田は殺されたから。事件があったのだ。現場は枕崎市。時間は真夜中。被害者の刑事が判明されながら。おお。待って。こうした後すらなかったという。ここに虚構推理入れるのか。その顔面に受けた傷と発表されている。くるくるくる。鉄骨で叩き殺してもしない限り、こんな殺害状況にはなりそうにない。はい。そこで次の選定は何でしょうか。だからこそ七瀬工人がやったんちゃうかっていう話やろ。おお。それこそが犯人が工人七瀬を必要とした。あいつは工人七瀬を作ったっていうことにするんだね。ほんまに？意もしない偽物の亡霊をでっち上げた。どうだろう。じゃあどうやって殺したっていうの？さあ、これにどれくらい引っかかるか。引っかかるかな。どうだろう。こいつのことみんな見てんのか？犯罪の予兆を素早く見つけ、ことが大きくならないうちに動くというとても優れた刑事だった。それはどこ情報？ネットのごく一部で語られていた枕崎市の都市伝説、怪人荒神七世を利用して実際の事件、傷害未遂事件を。まだ俺は、俺だったらこれを信じないな。目立つ胸は爪物で底上げをする。そこな。黒塗りでもすれば夜の中では潰れているように見えるだろう。頭には大きなリボン。目撃者はこれはもう全部ある人が故意に、どうやろう。
かないと思うよ。でもめっちゃ根性あるよこの人。殺されるよ。もしこの人が死んしたらね、存在したらね。公人ナルセという都市伝説の怪人のふりをして、誰かが何かを企んでいるんじゃないか。かけている手間から。なるほど。単なるいたずらとは済まない。犯罪的な計画があるのだ。それでお前は殺された。独自で調査を始めたのだ。これは犯人の狙い通りである。まあ結構真実の情報も入ってるからね。この刑事に単独行動を取らせることができる。じゃあ誰だろう。この刑事が一人になる時間を犯人の思い通りに作れるようになったのだ。長い、読んでいられない。ってなったな。それな。ナナセは本物だ。あんなの亡霊じゃなきゃ説明がつかない。ってなるよね。もう少し聞いてみよう。亡霊なんて信じないやつだってここにはいるんだろう。そして犯人は寺田刑事に連絡する。話は長いのは気持ちわかるよ。それで引き出すんだね。凶器とリボンを落としていったんです。現場に足跡も残っているので来てほしい。まだはっきりとしたことがわからないので寺田さん一人でと言って呼び出せば、寺田刑事は一人ですぐに駆けつけただろう。なるほどね。その場所こそ殺人現場となった。じゃない、じゃあポリスじゃないとさ。誘われれば寺田さんは一人でスタンドアウトまで来たかもしれないけど。でもどうやって寺田さんの電話を知ってるわけ。あらかじめガソリンスタンド跡地に仕掛けを施しておく。屋根から下に。そううまくいく？天井につけたフックにロープをかけ。どうやろう。重りは十分に重く、当たれば一振りで人の頭を砕けるほどのものでなければいけない。重りが吊るされる高さは前から調べた寺田刑事の頭の位置あたりにする。そこまで用意できれば、犯人がロープを伸ばしたまま重りのついた振り子の先端をもう一つ作っておいた天井のフックにセットする。なるほど。ただしこちらのフックはリモコンなどの遠隔操作でいつでも外れるようにしておく。めっちゃ考えるやん。そのフックが外れれば、猛スピードで重りが触れて落ちるように。なるほどね。人一人殺すのになんて大げさ。めっちゃ頑張るね。俺も思うわ。あらかじめ決めておいた場所に。なんか難しいことではない。難しくないの？犯人の手には寺田刑事の興味を引く理由。ああ。そしてリモコンを持って、はい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 、これが落としていったリボンで、あちらの方に足跡が残ってます。ああ、その足跡のところ、見逃さないよう先に行ってライトで照らしますから、ここで待っててください。ああ、それだけで寺田刑事はそこに。でもそれでも運がいいんじゃないか。その瞬間、重りをかけていた服を遠隔操作で。まあ暗いし気づかないだろうな。ロープで吊られた重りは振り子ゆえのことなんて、暗いスタンド跡地の中空を走り、その軌道上に立っていた寺田刑事の頭を一振りで砕く。なんか現場の周囲には民家もなく、うさんくさい話だが、振り子の仕掛けがあるのをすぐさま見つけることはできない。映画ならありそうやな。寺田刑事は自分を殺す振り子仕掛けに死の瞬間まで気づけないだろう。寺田さん、かわいそうに。これであの謎を説明できるのか。はい。これが屈強で優秀な刑事が抵抗の跡もなくたやすく殺された理由である。いきなり振り子に襲われるなど予測できるわけもなく、普通なら鉄砲で撃てと思うけどね。寺田刑事を殺害。まあ犯人は仕掛けを回収、自分がいた痕跡を消し現場を立ち去る。あとは公人七瀬のふりをするのに使った衣装や振り子の仕掛けを処分すればいいだけだ。じゃあもう出ないっていう話やん。現場は国道の真横だ。いつ車が通りかかるかわからない。それはそうだね。そんな大仕掛けの殺人を
をするのはリスクが高すぎないか。俺もそう思う。犯人は交通量を調べ、その時間帯に車が滅多に通らないと把握していた。振り子の実験をし、寺田刑事を立たせる場所を決め、仕掛けを施すために何ヶ月も前から調べていたはずだ。刑事は真正面から撲殺された。はい。いくら暗くて見えにくいからといって、まあ来るだろうなって。仕掛けを犯人がするものか。だよね、後ろだよね。そう思うよね。手で防御してももしかしたら死ぬかもしれないんだけど、どうだ。犯人の振り子仕掛けはその通り、後ろからといった被害者に気づかれにくい方向から重りが飛んでくるようにしてあった。あ、そういう手にしてるんだね。何かが後方から近づく。はあ、はあはあ、振り向いた瞬間にやられた。優秀な刑事だ。自分を殺す者の接近を直感したかもしれない。ひょっとするとフックが外れる音に気づいたのかも。そういう手にするんだね。顔をそちらに向けた。重りは高速で触れている。さらに暗い。虚構推理ってやつです。だから寺田刑事は正面からまともに凶器を食らう状態。相手が信じたら何でもいいや。いろいろ考えるわね。ね、頭の速度速い。正面からの撲殺は偶然か、犯人の意図した結果か。どちらとは言い切れない。だけど顔じゃないとさ、高人七世と同じようにもならないよね。どっちでもいいけどね。その方向に目を動かすなどの行為をすれば、寺田刑事に釣られてそちらへ目を向けただろう。まあどっちでも悪いって話やな。リスクもあるのでは。リスク多いわ。この場合、寺田刑事の頭が軌道からずれる恐れもある。そのデメリットと被害者が正面から撲殺された状況になるメリット、どちらも犯人が選んだかは判断しかねる。言えるのはこの結果が犯人にとって望ましいものだったということだけである。トリックは了解した。でも肝心なことを説明していない。教えてくださいよ。犯人はなぜそんな面倒な。それめっちゃ思う。前段階で高人七世の都市伝説になぞらえて人を襲う事件を起こすのも大した手間だ。そうだと思うよ。屈強な刑事だからって毒殺くらいはできる。毒殺の方が簡単だよね、100倍。毒を用意するより毒物を手に入れる方が簡単だ。当然の指摘だ。うん。そのトリックを使った理由がわからない。遊び説得力を持たない。それほどの手間を犯人が取ったのは、寺田刑事が殺された場合できる限り捜査の対象から外れるためだ。はあ。屈強な刑事が屋外で真正面から撲殺されたとなれば、犯人像はかなり偏ったものになるだろう。トリックがわからなければ、犯人は寺田刑事に勝るとも劣らない腕力の顔見知りの男と考えられるのではないか。すなわち犯人はこの真逆である。寺田刑事よりもか弱く、あんまり彼のこと知らない。真夜中、人通りの少ないところに二人きりで。ああ、だから自分と、めっちゃ違う人。方法で殺した場合、その犯行方法から、いや、疑いが向いてしまいかねない人間。じゃあもう女性だと言いたい？犯人は女性である。ほう。なるほど。まあ、七瀬公人も女性。だったらパードはもしかしたらいらないかもしれないんだけど、まあそれを横に置いて。夜中に寂しい場所で恋人でもない男性と一緒にいるのはまずないと思われる。抵抗する間もなく正面から撲殺する力もないと考えられるだろう。じゃあ、柔道で待って。刑事があっさり女性に殺されるわけが。待って。こうして犯人はこの捜査圏外に逃れる。おい、そのために公人ならおい濡れ衣を着せるの、この女の子に。それともリカに濡れ衣着せるつもり？殺人の仕掛けと高人七世事件をでっち上げた理由が分かれ、そいつを犯人に立てるのつもりか。犯人は寺田刑事の身長を知ることのできる立場にいる。犯人は寺田刑事を夜中に呼び出しても不審に思われ、やっぱりポリスじゃないか。犯人は市内で不審な事件が起こった。おいおいおい、寺田刑事が動くと予想できる人物である。やっぱりこの不敬の
濡れ衣やないか。寺田刑事と同じ署に勤める女性の警官だ。おい、ダメじゃん。同じ署に勤めていれば、被害者の頭の位置や身長をドアなどの高さと比べて割り出すことも難しく。おい、これめっちゃ裏切りじゃないか。寺田刑事の評判も知れる。警察官ならば。しかも夜何でも電話してるっていう事実もあるし。黒さんに嫌われちゃうよ。元カノを。女性警官だけである。殺害動機は想像するしかない。犯人は被害者に一方的に好意を抱かれ迷惑していたかもしれない。殺害に至るまでの手間や計画の周到性から考えるなら、動機は粘着的な感情的なもつれであるよね。とりあえずすごい論理は欠けてるけど、まあ信じようか。公人七瀬は亡霊ではない。寺田刑事を殺害するため、女性警官が作り上げた世間に信じさせた殺人装置である。だけどさ、条件を絞ることによって犯人の存在に説得力を。お前危ないぞ。はい。犯人を特定したも同じ。掲示板の流れが一気に変わった。そして九郎さんが死んだ。顔にやられて。解決を指示する流れを九郎君が掴み取ってきているのだろう。で、ちょっと。なあ、気づいたか？ほとんど私になってない。はい。よう気づきましたか？気づくやろ普通。同じ署に。あんぶねえだろ。当たり前だろ。見ず知らずの女性警官を容疑にかけるわけにはいきませんから。それにこの解決もう待ちません。どういうこと？俺は納得いかないな。女性の犯人が一人で。とりあえず分かった。みんな信じなくてもいいよ。とりあえず疑いを作ることが大事。リッカも多分死ぬほど自害してんじゃねえか。流れは変わってたはずでしょ。だからリッカも同時に同じことやってんだよ。岩永さん、公人七瀬を実体化させようとしてるのリッカさんよね。はい、はい、あの人もクロー君と同じ。イエース。未来決定能力を持っているのよね。はい、はい、さっきの話通り。それじゃあリッカさんも自分の望む未来を強引に掴んで。イエース。同じことやってると思う。だから今一気に流れが戻されました。もともと亡霊指示の流れが強いんです。こちらの解決の不備をいくつか指摘して一回死ねば流れを掴み返してこれたでしょう。じゃあクロさんってどうなんだよ。もう行くとこねえじゃん。リッカさん自身がやっているのかもしれません。まあそうだろうな。俺ならそうするわ。行く道全部取られたやんかい。サイト自体、こうして同時に多くの人間が閲覧し書き込みをしていてもサーバーが落ちたりもせず、意見は活発に交わされ嵐もほとんど現れないというのも異常です、うん、だよね。それもリッカさんができる限り問題の起こらない未来を選択し維持しているためでしょう。書き込みは制限されずともリッカさんが有利な場所には違いありません。そうだね、彼女の遊び場になってるよね。なら対決条件は全く変わらない。むしろリッカさんが先行して公人七瀬という亡霊を印象付けてる分こちらが不利だ。しかし負けてはあかん。ここには最初から真実はありません。あるのは虚構だけ。虚構の沼に入っている。事実は初めは公人七瀬がいなかったのを知っています。公人七瀬が死んでることだ。寺田を殺してることだけ。私と黒先輩はめっちゃ噛む。はいないという虚構を信じさせようとしています。はあ、じゃあ黒君とリッカーの戦いですね。いわばこれは虚構争奪議会。
虚構争奪議会。ああ、また死ぬ。え？手入った。なぜ？何？何？ちょっと弱くなってるってことなのかな、この後人七世ってやつ。落ちてきてるんだよ、外見てよ。後人七世存在支持願望を一掃できなかったが、その一部は不支持に変えられたはず。これをあと三度繰り返し、支持派の勢力を削ぐつもりか。だよね、ちょっと弱くなってるよ。リッカさんの議案が可決するに足るものではないと思わせればいいだけ。だからこんな戦略が成り立つ。そう、とりあえずみんなの信用を少しずつ Just cut it a little bit 嘘を武器にすると決めた答弁者はこれほどまでに凶悪と。落ちてる。来た。見たんか？あいつか。あ、ちょっと待って。信憑が上がったってやつね、これは。そして黒くんが死んだ。しかし彼が死ぬことによっては。大丈夫。こっちにはまだ手がある。クロウ君、あなたはどんな未来を作ったのか、今ので。では解決台に行きます。行こう。エンター。車の中のちゃんとさ、あのナルコは充電器は持ってるでしょうか。充電が持てへんと漢字の時にはパチパチできにくなるぞ。パラ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 ダタラダタダタン。トゥトゥトゥ。まあとりあえずあの元カノの父兄のなんだ疑いにならなくてよかったね。でも危ないな、みんなそれ信じたらどうなってんだよ。まあそもそもね、デマの戦いっていうもんだから。虚構争奪議会ですか。ブラトゥトゥポツンパバラタウンバラトゥトゥトゥルバラタトタポパバラタプタジバラティトタラ踊らせてセルフレンスジェスフォーユータラタラタタラタラタ。虚構推理でした。予告は見たらならん。これは予告を見てしまえば大きな未来の真実が分かってしまうっていうことなので、ここは皆様ご視聴ありがとうございました。もし良かったら高評価またコメントや登録の方お願いします。本当にチャンネルの大きな戦力になりますゆえ、そして次もやりたいと思っておりますので皆様一緒にご視聴いただければと思います。 Until next time, bye bye. お気に。